こりを抜くやつだ。うわー、痛い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 、こういう時に使うんだよ、敵を感知。何をしてんだそんなところで。めちゃくちゃだ。ということは、はい、赤のところリード、今のところリードしてます。そうですね、このまま巻き返さないと僕の私物が、そうそうそう、ルールだから。戦闘準備を。あ、なる、ツインタワー、なるほど、割と早めに降りたね。これはもう早い方が、早い方がいいですこれもうやっぱ正解、正解の音も流れする。ピンポン。あー、なんかいるぞ。いますね、あの他の部隊が。やばい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 、やってやるわ。じゃあマジで、なんだって、全然届かない説ある。こっちだ。オッケー、こっちに降りるぞ。敵いるのは分かってるからね。もうまずはゲットしよう。まずは速攻拾って、オッケー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 、まず武器ゲット。ない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 、武器ゲット。建物ない。え、この辺、この辺開けられる、開けられるのあります。うん、あるある、あるよ、ここリングのガラスの指導。拡張サプライボックスを発見。拡張パートは手つかずよ。これは手つかずよ。これは連打か。あー、リングが非常に遠いですね。ただ、もう見つけた、さっきの210方向の新宿にいる。あそこにいるはず。 OK、 槍に行きましょう。槍行こう。多分僕ら今裸ですけど。確かに。はい、だとセカンドキルにこそ戦いの始まりだ。そうなの、わかんない適当思いつきで喋ってるとりあえず見つけても快適、もう見つけた瞬間に倒す。こういう時に敵とぶつかるのが怖いのよ。そうなんですよね、一人でいる時に。こっちがパニックってる時に当たっちゃうと。いやでもまだあのなんだっけ、アーマーみたいなのなんか弱い気がするからちょっとやばいぞ。確かに進化式なんか青いアーマーありますね、この中。マジで僕が今いるところに。あ、オッケー、ありがとう。よし、こっちの方が強いわ。これはサルマークス、うん、武器は分かんないけど、まあ多分連射できる武器さえあればいいっすよね、多分。確かに。なんだこの武器、めっちゃ強そうだ。足音怖え。いやそうなんですよね、ジンくんの足音じゃ怖すぎる。済まさないとね。やっぱ音大事ですね、こういう系のゲーム。あ、いや、なんかいっぱい、そうっすよね、いっぱい落ちてる。お、大量のアモが、アモが、アモが、エネルギーアモ、ライトアモ、うわ、アモ。ちょっとあれっすね、人がいなさそうなんで、うん、あ、あ、でも真ん中の湖が漁られてる。ほんとだ、やっぱいたんだ。いた、都会の民が。花見してやがったな、こいつら。銃声が聞こえる。あ、警戒警戒警戒していくぞ。あれ、チークとかで言ってんの、ぶっ倒す。なんか下下のルートから言ってる。ほんとだ、聞こえる。うわ、待って、これもしかして円やばい、円やばい。え、円、え、なんか、え、エリアが、あ、いや、ちょっと待って、変になんか乗ってるやつ、乗ってるやつ来た。なんか乗り物乗ってるやつ来た。うわあ、なにこれ、なにこれ、大丈夫か、ジンくん。やばい、乗り物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 いる。待て待て、俺は行くから。乗り物ないと。何乗り物って、多分円、円に取り残されてしまう。あ、我々、我々です、我々。そういうこと。あ、でも今の車やつらには引かれなかったです。ギリギリ怖え。なると後ろもちょっと気をつけな。乗り物って強いんかな、あれ。でも多分当たったらキン君ってカプセル開けずに行くよね。開けずに、なんか多分ダメージ食らう円が迫ってきちゃってるから、うん、なるほどね。もうちょっと、あ、マスティフショットガン。あ、噂の、噂のショットガン。なんかマスティフが強いことだけはなんか知ってるんですよ。マスティフ来たよ、いいな。索敵をします、お願いします。ピーン、エリアをスキャン。いません。いや、あ、ブラッドハウンドって女の子なんだ。え？え、だって今なんか女性っぽかったよ、声。なんだって、こんなかっこいい名前なのに、ね、ブラハちゃんってことですか。多分ブラハちゃんってことなんだろうね。なんだって、好きになっちまう。好きになっちまう、女の子ってだけで好きになっちまう。
いい人だよ、超突撃者。あ、足跡がある。ある、マジか。よし、行くぞ。誰かがいる。あ、いた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 、怖え。お前らよ、何をしてんだ、そんなとこで。めちゃくちゃだ。ちょっと待って、上取られたらやばいんだよ。そんな、なんかあんなところで何をしてる。あー、おい、何を投げてきた。おお、そんなか。そうだ、あー、痛い痛い痛い。注射器を、どうだ、注射器をしよう。どういる、165からまっすぐ来てます。まっすぐ来てる。あ、痛い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 。あ、違う違う、これショットガン。なんでこんなショットガン。いや、下手くそ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 。いるんだよな。やあ！いいだな！一瞬終わってる。終わった。いやー、スッと終わる。スッと終わる。はい。というわけで、今日ダメージ。でも11ってこと ?11 になるんですか、これ。ヨダ名詞。ヨダ名詞的に言うと。うん、そうですね。はい。はい、なるほど、じゃあ、次で雌雄を決すると。はい。ということですね。3戦目に突入でございます。わらじん、よろしくね。負けじゃん。速攻とも。もう、ここです。ここ、ここ。ここ、ここ。ここ、ここ。ここ行きます、ここ。戦場はこの人だ。ここはもう、エーペックス界のコロッセオって呼ばれてるんで、もうここにさえ降りればもう全員、うん、待って、いる？いる？い、あー、上にいる。いる？上にいる。少なくとも一部隊。マジか。よし、ボーボーボーにしよう。ボーボーしようぜ。速攻でこれを、これを開けて、よし、武器ゲッツ。多分ちょうど後ろ側に。マジか。いやいやいや、武器。おい、弓、弓なんか最近追加されたと噂の弓ですね。それだけは知ってるぞ。弓使ってやるよ、じゃあ。あ、なんだこれ、どうやって使うんだ。どこだ、敵どこだ。敵のオーラを感じ取れ、敵のオーラを感じ取れ。全身で。違う、こういう時に使うんだよ。敵を感知。逃げた。あ、やばい、ダメだ。来たぞ、来たぞ、来た、逃げた、逃げる。レース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 強っ。待って待って、僕、やばい、あー、酒井さん、待って酒井さん、今行きます。僕が助けて、あなたを助けます。気持ち悪い。っていうか、酒井さん、2人でやられたら、そもそもなんか頼む、もう俺ね、回収、今しかも回収待ちになってんの。あ、気持ち悪い、痛いという指だって、気持ち悪い。あ、なあ、何殴ってきたの、お前。そんな暴力的な動きが。もっと倒したかったですけどね。いや、ほんとそう、楽しかった。いや、楽しかったです、ね、でも今日ね、友がいっぱいできたね。強敵と書いて友が。いや、でもマジリベンジしたい、なんか上手くなって。じゃ、ちゃんと練習したいですよね。そうそうそう、俺はハマるだろうな、なんだったら。楽しかった、楽しかったんですが、はい、大事なのは結果ですよ、はい、結果で、今回全部で3戦やりましたけど、結果としては、はい、僕が、1勝で、僕が2勝だということで、はい、当初予定していました通り、今回負けた方が、見ている皆さんに私物をプレゼントするという、今回で、ね、僕がご用意いたしましたので、はい、今これ自分のスマホなんですけど。あ、スマホプレゼントですか。いや、スマホプレゼントしたら困るわ、いろんな情報残ってるんだスマホなんですが、このスマホのね、はい、ケース、これ2台目、1回ね、ちょっと別の番組の企画でね、ちょっとお渡ししたことがあるんですけど、はい、まあ、ちょっとこれ iPhone8 とか用 の、 あのスマホケースなので、まあ、見てる皆さんね、に合うかどうかは分かりませんけれども、まあ、こちらのスマホケースと、ケースと、ケースと、
モバイルバッテリー、バッチリー、2つ今回ね、これもごめんなさい、結構使い込んでるんで、いやいやボロボロになってるのが嬉しいんじゃないですが、まあそのままだとちょっと味気ないんでね、今この場でせっかくだからサインを書かせていただきたいなとちょっと思います。うわ、書かせていただきます。これは嬉しいんじゃないですか。まあまあ、あ、いや、なんか書こうかと思ったけど、レジェンズに俺はなるみたいな。でもね、いいんじゃないですか。僕は別に Apex に関わってるわけじゃないですからね。モバイルバッテリーちゃんと使えますんで、皆さん。いやー、素晴らしい。これをセットで、じゃあというわけで、はい、書かせていただきました。顔の中身もちょっとね、違いますんで、ぜひ、まあ、使うなり、まあ、煮るなり焼くなり、ね、好きにしていただきたい。調理法としては合わなそうですけど、煮る焼くはちょっとこれはちょっと煮ないでください。焼かないでください、危ないのでね。処分する場合は適切なあの手順で処理しております。皆さん楽しんでいただけて、おりましたら幸いです。ぜひぜひチャンネル登録と、ね、高評価もよろしくお願いいたします。30回ぐらい押してください高評価。というわけで、お相手は酒井光大と小笠原仁でした。またねー、バイバーイ。ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。